スリートプラス、番組ナビゲーターの田中理恵です。今回の主人公は一山麻緒選手。今月29日に25歳の誕生日を迎える鹿児島出身のマラソン選手です。おととし3月、劇的な勝利でオリンピックへ。シンデレラガールの1年半を見つめました。取材の始まりは夜が明けきらない6時。麻緒はもう動き出しています。2020年おととしの3月、麻緒は名古屋ウィメンズマラソンを制し、東京オリンピックへの切符を手にしました。もしここでオリンピック決められなかったら、もう別の道考えるか、それとも環境を変えるか、もうそれぐらい本当に自分にかけてた部分があったので、やってきてよかったなって思いました。陸上を始めたのは小学5年生。運動会で一等賞を取りたかったんだとか。高校時代は無名でしたが、卒業後実業団のワコールに入社すると、みるみるうちに急成長を遂げます。マラソンを主戦場とし、日本のトップを争うまでに。ほんわかとした雰囲気とは違い、実は根っからの負けず嫌い。その一面が見えたのは去年1月の大阪国際女子マラソン。2位に2分以上の差をつけて優勝したものの、レース後には悔し涙。もっともっと強くなれるように、まだまだ頑張っていきたい。麻緒は自分にダメ出しをしていました。オリンピックで輝くためにはこのタイム、この結果では不十分だと。欲しいのは日本一ではなく確固たる自信。5月札幌でのハーフマラソン、ライバル松田瑞生選手と激しいデッドヒートを繰り広げます。麻緒はハーフマラソンの自己ベストを更新し優勝。レース後は笑顔でした。自信を胸に順風満帆に見えた東京オリンピックへの道でしたが、そこには知られざる苦悩が。目標、ちょっと今このような時期なので、ちょっと不安っていうのもあったりするんですけど、そうですね、やっぱりオリンピックを反対されてる方もいるっていうのは私も知ってるので、そういった方にも、私の走りを見て、やっぱりオリンピックっていいなって思ってもらえるような走りができたらいいなと思います。反対されている方というのをおっしゃったんですけども、ちょっとご自身でそれを感じることとかもあったんですか？ありますね。実際札幌のハーフ走ってプラカードを持ってるのを見てしまったので、本当に現実を突きつけられちゃったというか、すごくちょっとショックはショックでしたね。はい。ライバルや自分自身ではなく、見えない戦い。東京オリンピックはあと3ヶ月に迫っていました。2021年8月7日、レース前夜に伝えられたスタート時間の前倒し。さらに気温は30度近くまで上昇。過酷さを増すレースは終盤動きました。32キロを過ぎ、他の日本人選手が遅れる中、麻緒は必死で先頭集団に食らいつきます。そして日本女子17年ぶりの入賞。苦悩を抱えて走ることはもうしなくていい。
再び走り出した真央に芽生えた思いがあります。オリンピックから3週間後、胸の内を明かしてくれました。今回のマラソンの表彰式でもすごく素敵なところでされてて、メダルを取った選手ってすごくキラキラしてるなっていう、ああすごくいいなって思いました。メダリストにすごく憧れを持ってしまったので、パリではメダルを目指して頑張りたいって本当に思いました。アスレティックスアワード2021。そしてもう一つ、12月に結婚を発表、幸せに包まれます。相手は2つ年上の鈴木健吾選手。彼はマラソンの日本記録保持者。真央と健吾、日本最速夫婦の誕生です。そうですね、いつも一緒に過ごしていても、私も尊敬、とても尊敬し、できるところがたくさんあるので、はい、2人で頑張っていきたいと思います。同じマラソンという競技で主戦場でやってるので、同じレースで、優勝したり、同じ時に代表になったり、そういうことができたら最高なんじゃないかなというふうに思います。はい、私も同じ気持ちです。同じ競技、しかも日本記録保持者との結婚、同じ道を共に歩むことを決めました。世界への切符をかけて共に挑んだ東京マラソン、素晴らしい結末が待っていました。今年3月、夫婦で挑んだ東京マラソン。夫である鈴木選手は日本人最高位4位、世界選手権への切符を手にします。真央は東京オリンピック1万メートル代表、新谷仁美選手と序盤からデッドヒート、そして日本人最高位の6位でフィニッシュ。夫と共に世界選手権出場、さらにギネス世界記録を更新しました。でも共に歩む競技人生は実は長くないようです。物語はパリオリンピックまで。その理由とは、もうなんか私はもう大きなイベントはもうパリまでって決めてるので、それが終わったらもう子育てしたいなと思ってるので、彼が続けるならサポートに回りたいなとか、そういうのは考えたりしますね。ちょっともうそうですね、競技からはちょっと離れるかなって今のところは思って。パリへと続く期間限定のマラソンストーリー。2年後、真央はどんな輝きを見せてくれるんでしょうか。